首都下の戦い A、バトルオブ首都下は、1804年に、ノボアルハンゲリスク、現、首都下で起こった、ヨーロッパ人とアラスカ先住民族との間の最後の大きな戦闘である。この2年前のロシア交易拠点の破壊に対応して行われた。戦いに加わった先住民族は、首都下島、バラノフ島のトリンギット族キクスアディ派であり、ロシアは、ロシアアメリカン会社、ロベイ会社の代理人であった。ロシアの最初の攻撃時に遠征隊長のアレクサンドル・バラノフが重傷を負って反撃されたので、海軍の応援を頼み、トリンギット族のシスキノを追う砦に、艦砲射撃を加え、数日間後に、周辺の森の中に、トリンギット族を追い出した。ロシアの勝利は、決定的なものであり、トリンギット族は、先祖伝来の土地から恒久的に追い出される結果となった。トリンギット族は北方に逃げて隣接するチチャゴフ島に新しい集落を作った。両者の間の敵愾心は大方は消えていったが、先住民族からの散発的なロシア開拓地に対する攻撃が1858年頃まで続いた。戦場跡は首都下国定歴史公園として保存されてきた。2004年9月、戦闘から200周年を記念し、ロシア側指導者バラノフの直系子孫が出席して、キクスアディ戦士の子孫と伝統的な泣きの儀式を行って、亡くなった先祖を公式に弔った。先住民族、トリンギット族のキクスアディ、フロック、レーブン一族派は、1万年にもわたって、首都下島、今日のバラノフ島を含むアラスカペンハンドルの部分を支配してきた。ロシアアメリカン会社の前身である、シェリコフ=ゴリコフ会社の支配人、アレクサンドル・バラノフは、新しいラッコの狩り場を求めて1795年に、エカテリーナ号に乗ってこの島を初めて訪れ、バラノフは、島で交易を行う際に、侵入者を防ぐため、土地に入る権利を得る代償を、トリンギット族に、少額ながら支払った。1799年5月25日、バラノフとロシアアメリカン会社の婚姻100名、先住民の妻も伴っていたの移民集団が、ロシア帝国海軍のカッター、オルガと、スループオブウォー、コンスタンチン乗船して、首都下湾に到着した。これには550艘のバイダルカ船の船体がついており、600名、ないし1000名のアレウト族越を乗せていた。この一団は、先住民族との摩擦を避けるために、トリンギット族の作ったノーウトライン、大きな砦のある戦略的に重要な丘の横は、通過し、トリンギット族集落の北7マイルの2番目に良いと思った地点に上陸した。カトリアンスキ湾のロシア人開拓地、セントミカエル砦は、今日では、スターリーヤバン湾すなわち、古い港として知られている。その基地には、大きな倉庫、鍛冶屋、牛小屋、兵舎、防御柵、監視小屋、浴場、下流土養宿舎及び、バラノフの住居が備えられた。殺し、トリンギット族をロシア人はこう呼んだは当初は、新参者を歓迎したが、すぐに敵対心が成長していった。キクスアディ派は、ロシア交易業者が先住民の女性を妻にする、習慣に反発しおり、首都下のものを、部外者の、カルがすなわち奴隷と見ていた他のトリンギット族から嘲けられていた。おそらくこの種族はアレウト族のラッコなどを狩る技能が優れていることを羨んでもた。キクスアディ派はロシア人が居続けることはその皇帝への忠誠を求めているということであり、それゆえに島の資源について2つの集団間の競争が激化して、奪い合いになる労働力の提供を期待されていることを認識するようになった。1799年の冬、トリンギット族による基地の攻撃は何度か失敗し、植民地経営は繁栄していた。バラノフは1800年に休養でロシア領アメリカの当時の首都コディアックに戻ることになった。ワシリー・G・メドベドニコフが指揮者となり、22名のロシア人と55名のアレウト族が基地に残ることになった。1802年春、セントミカエル砦の住人は29名のロシア人、3名のイギリス人脱走兵、200名のアレウト族及び、数名のコディアックの女性となった。ハドソン湾会社の講演で、イギリス人が、北方アングルンのトリニット族と1801年に会合を持ち、毛皮の排他的交易権と引き換えに武器弾薬を供給しているとの噂が立った。1802年6月20日、カースダヘーン、インディアン川と近くのクラブアップル島のトリンギット族戦士の一団が悪魔の化粧をし、木彫りの動物仮面をかぶってロシアの基地を攻撃した。先住民族は槍や当時として最新式の火器で武装していた。火器についてはイギリス、フランス、スペイン及びアメリカの船がインサイドパッセージをしばしば訪れ売り渡していた。シュコール・イエール州長に率いられた攻撃部隊は20名のロシア人と130名近いアレウト族の男性を皆殺しした。兵舎や倉庫を略奪して火をつけ、建造中の船を破壊し、残った女子供を奴隷にした。数名のロシア人とアレウト族が狩りのために基地を離れており、また森に逃げ込んだ者もいて、湾内に停泊していた2隻の外国船にたどり着いて、攻撃のことを知らせた。簡単な交渉によって、トリンギット族は、ボストン船籍のアメリカ船、アラートの指揮官に生き残った者の引き渡しに合意した。やはり近くに停泊していた、イギリス船、ユニコーンのジェームズ・バーバー船長は、シュコール・イエール州長以下数名の戦士を戦場に誘い、ブリーク船内に交流して、結果的に残っていた1名のロシア人と18名のアレウト族と交換した、襲撃で奪った4000枚のラッコ生貨は戻った。ユニコーンはコディアックに向かい、6月24日に生き残ったものを届けるとともに、バラノフに襲撃について知らせた。バーバーは開拓者を引き渡すことと引き換えに1万ルーブルを絞り取った。レでも元々の要求の 20% に過ぎなかった。キクスアディの勝利に続いて、トリンギット族のシャーマン、ストーノー空は、ロシアが必ず軍隊を連れて戻ってくると確信しており、種族の者たちに大砲の砲火にも耐えられるよう新しい防御をせと、共に十分な水の確保も行わせた。強い反対があったにもかかわらず、シャーマンの意思が通り、キクスアディは戦争の準備を整えた。シトカから同盟種族に支援を要請する伝令が送られたが、反応はなかった。自分たちだけでロシア艦隊に対抗するしかなかった。トリンギット族はシスキノオウ砦、ヤングサプリングス砦を建設した。砦の大きさは概略で、縦240フィート横165フィートあり、湾に向かって長く広がる小石浜を利点にするめに、インディアン川川口に近い水際高く作られた。この場合浅瀬に邪魔されて、ロシア艦が射程内に近づけないと思われた。14の建物とそれを取り囲む厚い木作壁を作るためにおよそ1000本の頭皮材が使われた。キクスアディの作戦は単純なものだった。ノーウトライン砦で、ロシア軍の強さと意志を推し量り、次に安全と考えられる、新しい砦に、戦略的な撤退を行うというものだった。バラノフは、1804年9月遅くに、シトカ湾に戻ってきた。上官は、スループオブウォー、ネバで、長さ200フィート、3本マストで、排水量は、約350メートル、トン、360メトリックトンであった。ネバは、最近収益したばかりの最新技術を導入した戦艦であり、イギリスで設計、建艦され、テムズと命名されていた、搭載大砲は14門、50名の訓練された乗組員が操船していた。ロシアでは初めて世界を周航できる艦でもあった。船長は、ユーリ・ヒョードロビッチ・リシャンスキー海軍少佐であった。他に、エルマークと2隻の武装小型帆船があり、150名のプロミシュレニクス、毛皮交易業者が乗っていた。また250隻のバイダルカ船に400ないし500名のアレウト族が乗って従いてきていた。この戦いでは、ロシアの方に開始時点から運がついていた。9月29日、ロシアは冬の集落の岸に行った。リシャンスキーは、この地をバラノフ知事が生まれた地域の最大都市にちなんで、ノボアルハンゲリスカやミハイロフスカやニューアークエンジェルセントマイケルと名付けた。バラノフはすぐにトリンギット族の集落に使節を送りのオウトラインでの交渉を申し出たが、すべて拒絶された。トリンギット族は単にロシア人を長く引き止めておき、その間に冬の集落を捨てて敵に気づかれないうちに新しい砦を占領しておこうという考えだった。しかし、キクサーディがシャーセイ・アン・ジェームズタウン湾近くの島に貯蔵していた火薬を取りに、少数の武装部隊を派遣したとき、闇に紛れていくのではなく、白昼堂々と戻ろうとしたの集団は、ロシア軍に見つけられて、短時間の戦闘に突入した。トリンギット族が火薬を運んでいたカヌーに、弾が当たり、積み荷に火がついて爆発した。硝煙が晴れると、トリンギット族の各家を代表する上流階級の若者、すべて一族の将来の指導者、尊敬を集めていた年長者で構成されていた部隊が書き消えていた。バラノフの使者がトリンギット族に送られ、ロシア軍は間もなく新しい砦に砲撃を開始すると伝えさせた。10月1日頃、ネバはインディアン川川口近くの浅瀬に向かった。バラノフが率いるロシア上陸部隊は400名のアレウト族と富に軽装不評のような戦列を組み、トリンギット族の砦を襲ったが銃による連続射撃にあった。アレウト族は強行に陥って戦列を乱し、バイダルカの待つ海岸へ撤退した。キクサーディの戦士は新しい戦闘首長カリヤーン・カトリアンに率いられており、渡りガラスの仮面をかぶり、鍛冶屋の金槌で武装し、シスキの追う砦から飛び出して接近戦を仕掛けてきた。近くの林の中から別のトリンギット族部隊が出てきて挟み撃ちにした。バラノフは重傷を負い、ロシア軍は水際まで退いた。この時にネバが撤退を支援するために砲撃を開始した。攻撃隊のうち12名が戦死し、多数が負傷した。ロシア軍は海岸に小さな大砲を何門か残していくしかなかった。その夜、トリンギット族はロシアの攻撃を撃退したことで喜びに沸いた。バラノフが傷を負って指揮を取れなくなったので、リシャンスキーが代わりに指揮を取ることになり、艦からトリンギット族基地に向けて艦砲射撃の開始を命じた。最初の砲弾は距離を測るものであり、最適な砲撃条件を決めようとした。ロシア軍は砦の防柵を破れないことがわかると、午後早くに砲撃を止め急戦の旗を持った使者を上陸させた。防柵は木製で厚く強固なので、我々の砲撃では1ケーブル長の距離からでも貫通できない。ネバ船長、ユーリ・ヒョードロビッチ・リシャンスキー少佐の記録から、キクサーディの者たちを喜ばせたことに、伝令の要求は降伏であり、にべもなく拒絶した。トリンギット族は、ロシア軍こそ降伏すべきと返事を伝えさせたが、これも拒否された。ロシアの砲撃が再開され、日没まで続いた。夜になって、キクサーディはその事態を検討する会議を開いた。彼らはすべて、ロシア軍が前日に多くの損失を被ったために、新たな地上戦はかけてこないと信じた。トリンギット族の目標はできるだけ長引かせて、北方の同族が到着して増援してくれることであったが、弾薬の量が限られていたために包囲戦に耐えられのも限界があることと、そのために究極的な勝利の見込みが薄いことが問題だった。トリンギット族は戦術の変更が望ましいという結論になった。戦場で敗北する屈辱を味わうよりも、全員で周りの森の中に隠れてしまい、ロシア軍は森の中では戦ってこないと感じていた島の北方に新たな集落を作り上げてしまうという戦略を作った。日の出とともにネバとその護衛艇がトリンギット族の砦への砲撃を再開した。キクサーディは休戦の使者を送って捕虜の交換、協議の継続及び降伏の可能性すらほのめかした。ロシア軍が知らないうちに一族の老人と子供たちはすでにガヤーヘーン、オールド市とかへの移動を始めていた。夜になって、族長たちが再び集まり、島を横切る移動について話し合った。子供のいる母親は、翌朝出発することにした。軍艦からの砲撃は、夜明けとともに始まったが、キクスアディに対して、ロシア軍が休戦の申し出を行うために、定期的に休止された。申し出は拒絶された。その午後、トリンギット族からの反応は、戦争に飽きてきたから、ロシアの要求に従って翌日シスキノウ砦を明け渡すというものだった。日が沈むと、トリンギット族は新しい砦で最後の会合を開いた。年老いた者は恐ろしい敵に対して、キクスアディの土地を守り抜いた一族の者たちを褒めたたえた。一族は集まって最後の歌を歌い、最後は騒々しい太鼓の連打と物悲しい叫び声で終わった。ロシア軍はこれを降伏の合図だと解釈した。トリンギット族は闇に紛れて見とがめられることもなく脱出した。キクスアディが白鳥の歌を歌って出発した後で、ロシア軍が海岸を確保しシスキノウの周りを偵察したのは10月7日だった。ロシア軍は先住民が一人もいないことを知って驚かされた。ロシア軍は知らなかったが、トリンギット族は今日、シトカ・キクスアディ生き残りの行進と呼ばれる船出をしていた。10月8日、リシャンスキー船長は放棄されたトリンギット族の砦を訪れそこで見たものの印象を書き残した。上陸してみると、最も堅くなな心でも震えたじろがせる野蛮な光景を目にした。赤ん坊や犬の声でも聞こえるのではないかと森の中を探ったが、シトカの人々はそれらすべてに死を与えていた。全体の雰囲気から判断すると砦には少なくとも800名の男性ばかりがいたと結論付けた。砦は徹底的に破壊され二度とロシアに対する反抗のために使われないようにした。ネバは11月10日にシトカ湾に向かった。トリンギット族の最初の行程は徒歩でガヤーヘーンからダヘートへ行くことだった。そこは伝統的な先住民の食料である数の子を毎年5月に収穫するナクワシナ湾の漁場であった。そこから山地を横切って北のチャートルカーノウに至る道は憶測するしかない。チャートルカーノウにはペリル海峡のポイントクレーブンにあるキクスアディのハリバット砦であった。しかしベラノフ島の北西にある湾を回る海岸ルートが島の深い森を避けられるのでありそうなコースである。これは、シトカ・クワーン、シトカ族に関するハーブ及びフランク・ホップによって行われた最初の調査によって裏付けられている。赤杉の幹で作られたカヌーであれば、シチャゴ・フジマまでの海洋も航海できた。戦闘の後も、いくらかの戦士がノーウトラインの近辺に後衛として残され、ロシア人開拓者に嫌がらせを行い、また、キクスアディが北へ逃げ延びるロシア軍の追跡を防いだ。その後間もなく8名のアレウト族罠漁師がジェームズタウン湾で殺され、またニューアークエンジェルの近くの森で撃たれた者もいた。その時点から後は、ロシアの漁師の一隊が大勢で出かけてそれ以上の攻撃がないように警戒した。キクスアディは他のトリンギット族にいかなる場合もロシア軍と接触しないように推奨した。ノーウトラインのケコール、丘の上にはロシア軍が自軍の砦、クレイパストを建設し、トリンギット族の攻撃に備えて高い木製の柵壁と3基の防牢及び32門の大砲を備えた。1805年の夏までに砦の中には8棟の建物が建てられ、作業場、宿舎及び知事の宿舎に充てられた。キクスアディは毎年インディアン川川口近くのヘリングロックに遠征を行うほかは、1821年まで拡大する植民地との問題を避けていた。ロシアは先住民族の狩りの腕前から利益を得ることを期待し、開拓地に対する散発的な襲撃を終わらせたいと考え、トリンギット族にシトカに戻るよう要請した。シトカは1808年にロシア領はアメリカの新しい首都に指定されていた。戻ることを選んだ。トリンギット族は基地の丘のしっかりと守られた防御柵のすぐ下の集落の一部。この地域は1965年頃までランチと呼ばれたに住むことを許された。ロシア軍の砲兵隊は常に訓練されてシスキノウで敗北したことを思い出させた。キクスアディは入植者に幸い法を教えられたトウモロコシを含み食料やラッコの生皮をロシア人に供給し、入植者はトリンギット族にロシアの文化やロシア正教会の様々な面を教えた。トリンギット族による反抗は時たま起こり、1855年の重大な武装蜂起の後、1858年までに収束した。ロシア領はアメリカが1867年にアメリカ合衆国に売却され、ロシアの財産はすべてアメリカ会社と共に清算された。この領有権移行に伴い、土地のトリンギット族の多くの長老はロシアが売却できる権利があるのはキャッスルヒルだけだと主張した。トリンギット族の主張は20世紀後半まで顧みられることがなく、1971年のアラスカ先住民権益措置法によって決着した。1880年の国勢調査によれば、キクスアディの伝統的な夏の漁場であるインディアン川近くに住んでいたトリンギット族は43名であった。アメリカ合衆国大統領ベンジャミン・ハリソンは1890年にシスキノオウを公的な用途に使うものと指定した。1972年10月18日、アラスカにおけるトリンギット族とロシアの経験を記念すために、戦場後に首都カ国定歴史公園が設立された。今日、トリンギット族の犠牲者の栄誉を称え、シスキノオウの地にカルヤーン、ポール、トーテムポールが建てられている。戦いで戦死したロシア軍水兵の記念のために、タ・エートルがロシア軍が上陸したインディアン川の向こう岸に置かれている。2004年9月、戦いから200年を記念して、両軍の戦闘員の子孫が集い、トリンギット族の伝統的な泣きの儀式を行って、亡くなった先祖を公式に弔った。翌日、キクスアディは悲しみの2世紀を取り払う和解の儀式を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。